こんにちは、亀屋食品商品部佐藤です。営業部の鈴木です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。今回試飲するワインなんですけども、ブドウ品種のピノノワールから作られたワインを試飲していきたいと思います。はい、そうですね。イタリアではピノネロとも呼ばれているブドウなんですけども、まあ、皆さんも知っての通り、まあ、世界で一番高価なワイン、まあ、DRC のロマネコンティ、飲んだことありますか？ないですよ。私もないです。なんか死ぬまでには一度飲んでみたいっていうね、言われるワインですけどね。まあ、それも、同じピノノワールから作られているブドウです。イタリアではあんまりピノノワールって多くないかな。もちろんフランスに比べればなんですけども、ね、でも最近は手頃でもすごくしっかりピノノワールを使って作られたワインがあるんで、今日はそんなワインを紹介していきたいと思います。まずですね、向かって左ですね、こちらラビスですね。ラビスのクラシックピノネロ、ピノネロ 100% で作られています。こちらがですね、トレンティーノの山岳地帯に畑があるそうです。ではこちらからいきたいと思います。色はやっぱピノノワールってやっぱ結構薄いんですよね。色がね、淡い感じがありますね。淡い感じですよね。3種の中で一番ちょっとこうね、一番綺麗な、うん、そうですね。ピノノワールのブドウの特徴なんですけども、果皮が薄いんですよね。病気に弱いらしいんですよ。すぐにカビが生えちゃったりとかするんで、すごい育てるのが結構、まあ、繊細なブドウ、難しいブドウっていうふうに言われてますね。ネビオロと似てますよね。ネビオロもちょっと粒がちっちゃくて皮が薄くてっていう、はいはい、ピノノワールか、ピノノワール飲んでるとなんかネビオロをちょっと連想しますか。うん、連想しますとかありますね。色は明るいルビーレッドです。さっき言ったように香りは、うん、ちょっと果実味っぽい感じの、ジャムっぽいっていうよりも少しなめし側っぽい感じしますね。うん、ちゃんとピノネロって言っていいもん、イタリアでピノノワールって言った方がいいのかな。ピノネロなんじゃないですか。確かにピノノワールはね、はい、表示自体はピノネロになってるんで、ピノノワールのシノニムでピノネロっていうふうに、そうですね、やっぱあったんで、うん、ピノネロですね。はい、ちゃんとピノネロの香りがしてますね。あ、なんだろう、口に入れると綺麗な酸がね残ってきますね。あ、すごいエレガントで綺麗な、ほんと綺麗な酸。ちょっと酸味が強い、綺麗な酸味がずっと残る感じですね。すごくいいですね。果実味もね、果実味がちょっとあるかな、可愛らしいピノネロって感じかな。うん、でもすごく綺麗にできてますね。佐藤さんってあれフランスのピノノワールは飲んだりするんですか？はい、そのブルゴーニュ。ブルゴーニュあんまり飲まないですけど、でもたまにちょいちょい飲みますよ。おー、うん、どうですか、比較してこのラビスのピノネロ。そうだな、まずね、フランスのピノノワールって香りがもうね、なめし側なんですよね。トリュフっぽいような香りがファーッとして、すごい華やかな香りで、本当になんか、あ、ザ・ワインみたいな感じの、香りを飲んでるっていうような感じの、すごいなんか幸せにしてくれますね、すごく。イタリアとかだとちょっとね、ちょっと可愛らしいピノネロになるんですよね、少し。なんか果実味があって、フランスの方が果実味がないタイプだと思いますね。イタリアの方が果実味がちょっと分かりやすいというか、まあこれぞイタリアワインって言ってるのですごくいいんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう違いがちょっとあるかなって気がしますね。なんかね、アメリカのオレゴンとか、あとニュージーランドとか、はい、そっちもすごいピノネロ、ものすごくピノノワールか、ピノノワールすごい有名ですけど、それもちょっとやっぱね、少しちょっとフランスとはまたちょっと一線を引いたような感じのがありますよね、やっぱね。これがね、ゾーニングプロジェクトってのをやってるんですよね。適地適品種っていう、まあ、ラビス独自のプロジェクトを立ち上げてるみたいで、なんかいろいろすごい土壌をすごい調べて、そこに最適なブドウを植えていくっていうプロジェクトをやってるらしいんですよ。なんかみんないろいろやってるんでしょうけど、まあ共同組合でしたよね、ラビスってね。土壌としては、ローム層砂質、石灰、氷河堆積、うん、僕さっきね調べたんですよ、あのね、ロマネコンティの土壌が、泥灰土、粘土質の土に石灰が混じった土壌、うん、でちょっとさっき調べたら出てきて、あのブルゴーニュ地区のやつって結構比較的石灰質土壌が多いっていうの
そうですね、粘土石灰、粘土質石灰がね、いいみたいですね、うん、やっぱり共通してやっぱ涼しいところでできるピノネロってやっぱ美味しいですよね、うん、うん、次がですね、真ん中ですね、トガミンのアルトアジジェピノネロ、まあ、州はですね、トレンティのアルトアジジェで、こちらもピノネロ 100% で、こちらフランス産のバリックが少し効いてるみたいですね、うん、色はね、さっきより少し濃くなってる感じかな、でもやっぱ淡いですよね、淡い感じですね、トラミンも、共同組合なんですよね、そうですね、うん、アルトアジで最大の共同組合って言ってましたね、そうすごいでかいらしいです、やっぱね、すごい通じてる、同じ州だっけ、トレンティのアルトアジですね、そうですね、すごい同じ州で、うん、これもね、綺麗に作ってある、うん、すごい香りがね、似てる感じがする、うん、少しこっちの方がね、ちょっとフランスに近い感じがしますね、あ、そうですか、うん、なめしがわすごい強い、なめしがわ、うん、強く感じる、うん、うん、トリュフっぽいような、うん、あ、うん、これはカリスミがねあんまりないタイプ、フランスに近いの感じがしますね、カリスミがないタイプで、すごい酸が、やっぱ酸がいいね、うん、ピノネロってすごく酸が綺麗でね、まあ、もちろん 食欲も出てくるんだけど、なんか飲み疲れしないっていうんですかね、すごい自然にふーって入ってくるっていうか、自然に自然なものを口にしてるっていう、そのなんかこれじゃ北のピノネロだったら食事何に合わせます？何でも合いそうな気がしますけどね何がいいだろう、鈴木さんだったら何食べたいですか？結構はトマト系、ラグーのパスタとかジビエとかじゃなくていいのかな。でもね、ジビエとかも合いそうですよ。あ、そうですか、うん、赤身とかもね、良さそうですよね、うん、合いそう、すごく酸が綺麗に流してくれそう、はいはい、お互いは、うん、鹿肉とかもいい、良さそうな気がする、うん、いいんじゃないですかね、うん、うん、まあ、ちょっとソースとかにもよるけどね、まあ、確かにそうですね、うん、濃いソースだとね、やっぱね、ちょっとボルドー系の方が、ね、はい、いいのかなって気がするけど、はい、まあ、シンプルに食べるんだったらピノネロとかもいいかもしれないね、うん、トラミンの土壌が、これがね、一番ブルゴーニュに近い土壌なのかな、粘土と、砂礫の、石灰質土壌、一番ブルゴーニュに近い感じですかね、うん、やっぱそういう、なんかちょっと土壌って大事なんだなと思いますね、そうですね、うん、じゃあ次ですね、最後、向かって右ですね、こちらが、ドゥーカで、サラパルータのピノネロ、これもピノネロ 100% で、州がシチリアです。これだけ南なんですよね、作ってるんですね、うーん、南でもね、でもエトナ火山、はい、あるじゃないですか、だから多分標高高いんでしょうね、きっとね、うん、だから寒いんでしょうね、きっとね、だから作れるんでしょうね、色はね、やっぱね、まあ南なのかな、一番濃いけど、でもやっぱりピノネロの色かなって感じしますよね、淡い感じがありますか、うん、この中では一番濃いけど、うん、あ、これもね、あ、すごい、なんかね、ほら、北から、うん、イタリアって北から南まであるじゃないですか、そうするとやっぱり北で作ってるサンジョベーゼと南で作ってるサンジョベーゼって、はいはい、なんかやっぱ南の方がなんか果実味がわってきてっていう感じするじゃないですか、はい、いつもなんか信じてると、はい、これでもそんな感じしない、あ、そうですか、うん、香りがそんな果実味があまりない、思ったよりない、ないないない、全然その熟した感じの香りがない、色がこんなに濃いのに、うん、ないよ、うん、中で、この中では一番果実味があるけど、はい、でもどうだろう、これイタリアのトレンティーノで作られたピノネロですって言われて出されたら、あ、エレガントで美味しいねって言っちゃうかもしれない、あ、そうですか、うん、南っぽくない、
やっぱね、エトナ火山ってすごいんですね。最近流行りのね、そうですね、エトナもね、うん、すごいこういう感じのニュアンスありますもんね。メレロ、うん、メレロマスカレーゼ、うん、ちなみにこのね、シャラネンラの、土壌が火山由来の小さな軽石の層がたくさんなってるみたいですね。そういう土壌みたいです、うん、またね、石灰とは違うんですね。違うんですね、やっぱこの火山ならではの、うん、やっぱでも改めてね、今回このピノネロの企画でちょっと調べてみて、うん、北がやっぱ集中的に多かったですね。多かったですね。トレンティーノ南でもね、結構探したんですけど、もう唯一これしかなかったんでね。そうなんですよ、うん、前までね、あったんですけど、うん、それもちょっとなくなってしまって、プーリアとかもあったんですけどね、うん、ロンバルディア、アルトアディジェ、うんうん、どうでしたっけ、あとベネトとかもちょっとあったぐらいかな、ね、うん、そっからもチューブとか結構飛んで、もう、うんうん、ほぼほぼ北でしたよね。そうですね、うん、やっぱりその冷涼なところで作られるピノネロがやっぱ美味しいんでしょうね、うん、合うんでしょうね、ブドウ品種に。その土地が、うん、気候がね、そうですね、うん、今回この3つ、ピノネロ試飲したんですけど、やっぱね、ピノネロの香りが全部しましたね。3つともちゃんとピノネロの香りがして、酸がエレガントですごく綺麗な、すごいワインでした。まあそうだな、ラビスが可愛らしい感じで、この真ん中のトラミンがすごいフランスっぽいような感じで、エレガント、すごい一番エレガントだった気がします。左は本当南のシチリアで作られてるピノネロなのに、すごいなんか北で作られているような、その冷涼なところで作られているような感じのニュアンスがあって、すごく美味しかったです。皆さんもぜひあのピノネロ、イタリアのピノネロをぜひお客さんに勧めてみてください。グラッツェ、今後もいろんなワインを紹介していきたいと思います。コメントとかでなんかこんなワインの試飲をやってほしいとか、まあ、イタリアワインに限ってお願いしたいんですけど、そういうのがあったらぜひぜひあのコメントください。できる限りあのお答えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。グラッツェ、今後もいろんなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。